どうも皆さんこんばんは。こんばんはなのかな、トットです。今日もよろしくお願いします。さあすいません、最近ちょっとね動画の更新が、遅くっていうかすごく少なくなってしまっていて申し訳ないなと思っております。ちょっとですね、じゃあちょっと動画の方には、何分からっていう風に書いておきます。ですね、最近の話をすると、まあちょっと結論から言うとちょっとですね忙しかったのと、ですね、まあ、前回の動画でもちょろって言ったんですけどね、私9月のね3連休明け20何日にぎっくり腰になりましてもうね、なんつうの、腰曲がんなくて、かがめないし、座るのも苦痛なので なんだろう、それこそこうやって座って実況を撮るっていうのが結構しんどくてできなかったっていう、その週がねもう治療に専念で、まあ治療といってもマッサージ屋さんに行ったりとかしてただけなんだけど、なんかもう会社でずっと座りっぱでいるのも結構きつくてっていう、コルセットをねつけてる生活を送ったりとかしてまして、で週末はですね、9月末はですねちょっとね京都の方に行ったりとか、ちょっといろいろね予定がね詰まりまくってたおかげでね、ちょっと全然動画が撮れなかったっていう言い訳をさせていただきたいと思います。はい、そんなことしたらあれよあれよという間に10月になりまして、10月のクエストダンジョンが登場しました。イエーイ。でさらにはですね、10月の3日に誕生日を迎えました。イエーイ。年を取りました。イエイもうね、あの年齢とか調べればバレちゃうんですけれども、自分の方ではちょっとね あまり言わないようにしていこうかなと思っております。イエーイ。心はね永遠の20代 前半後半25ぐらいにしようかな、ね、心は25ぐらいでいきたいなと思っております。はい、そんなわけでちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、クエストダンジョン、ですね、ちょこちょこやってはいるんですよ。上から順番にやってはいるんですけど、まあちょっとまだ追いついてなくて、まあ、今日の動画ではチャレンジレベル、今日はですね何からやろうかな。でも前回9月はさ、チャレンジレベル7がサクッてクリアできちゃったんですよね。まあいいや、7からやっていこうかなと思います。チャレンジレベル7はこちらのパーティーでいきたいと思います。じゃじゃーん、大好きシェリアスルーツパーティーです。最近使ってるパーティーがもうシェリアスちゃんかルーツちゃんかイデアルをよく使っております。この2つがすごく多いですね、うん、今の私の中のハマってるパーティーです。でパーティーの中を言うとですね、まあシェリアスさんにはちょっとね、まあ、とりあえずオールドロップチェンジ入れといて、インドラはなぜかヘブンスプラッシュで、ラグナロクドラゴンにもとりあえずオールドロップチェンジ入れといて、これはついでなくて、天妻カズチには、エンハンスを積んでいて、でフレンドさんはライトニングですね。はい、フレンドさんのアシスト結構参考にすること多いですはい、というわけでサクッと行っていきたいと思います。落ち込んなし、落ち込んなくてもルーツちゃんだったら、まあ、盤面最大組んでいけばなんとかなるでしょう。ちょい、いきなりそういうことする、数秒パズルなんでなんとかなるでしょう。イエスイエス、8コンボイエーイ。ふー、やばいね、落ち込んなくても余裕のよっちゃんですね。ずるい、やばい。なんかね、そういえばさ、今週かな、今週じゃないか、今度の10月の2週目にアソラレーダーがアップデートされるらしく、ちょっと楽しみなんですよね。だってさ、パズドラクロスとかではあったけど、いわゆるそのパズドラたちのこう対戦できる場所って今までなかったじゃないですか。だからどんな実装になるのかっていう、すごく楽しみ。そんなこと自体は大変
って頑張っていきましょう。あーやった。はい、ちなみに言うと、今来ているです、龍冠紙龍啓紙か、ガチャ宝石10個のガチャですね、は、一応全キャラゲットしました。何回引いたかな、全部でトータル一番最後まで出なかったのはリーちゃんで、カーリスとリーちゃんが最後まで出なかったですね。まあ30回から40回ぐらい引いた記憶があります。ちなみにイデアルは20何回目で出て、その後にカーディスとリーちゃん狙って回してに、同じぐらいかかってるので、そうですね、3、40回ぐらいでした。まあでもね、リーちゃんが出たのでちょっと多分次のゴッドボスコットン出るんじゃないかなって思ってるんですよ。なぜかというと、リーちゃんとコットンちゃん似てるから、似てるからてか待って、長くない？7階層までか、喋ってるからかすごく長く感じた。ねえ、本当に来て、やっぱ7階はまだ優しい感じしますね。指減らされてんのか、どうりでなんか指短いなと思ってた、全然見てなかったって見ろよって話なんですけど、7秒になってるわ。いや7秒でも十分長いんだけど、まあとりあえずインドア貼っとこうかな。でオールドロップチェンジで7秒で頑張っていきたいと思います。いやあ、あと7秒だと私のようなだけどもなっけと突破、ふーチャレンジレベル7、ルーツでノーコン、そしてランクアップ、いいですね。はい、ということで次はチャレンジレベル8、全属性必須に行ってみたいと思います。じゃあ動画は分けたいと思います。チャレンジレベル8は何で行くでしょうか、お楽しみに。お疲れ様でした。バイバーイ。